はい、というわけで、こんな感じで、あ、すいません、はい、浅草と言いながらこれ違いますね、吉原ですね、はい、うん、そんな急に吉原、はい、こんな真っ昼間にすごい、いや、まあ、江戸の時代でございますんで、はい、ちょっと時代背景がいろいろ違いますが、まあ、こんな感じで、まあ、セイバーとともに江戸の街並みを探索できるというのが大きな特徴になっております。まあ、いろんな人が異端な生活営んでるわけですけども、まあ、江戸時代で生活生きていくということではやっぱ食べ物ですかね、うんうんうん、ということでですね、屋台があると思うんで、まず屋台でちょっと、はい、買い食いでもしたいなと思います。さっきの飯だ、飯屋さん何買うの、はい、こんな感じですね、お店ではその場で食べて効果のあるものを、かやの膳にも張り合えよ、おおという感じで、はい、その場で食べたりとか、あとは戦闘中に使える体力が回復するアイテムなどもこの場で買えるという感じになっております。私にも、はい、セイバーこの時代の食べ物に非常に興味津々、ね、めちゃめちゃセイバー食べますね、好きだなこの喉越し、かわいい、はい、食べ物にはフェイトシリーズでこだわっております。はい、こんな感じです。まあ、屋台とか街並みいろんなところにあるんですが、まあ、それ以外にもですね、じゃあ早速先ほどから話題になっている犬とか猫も、まあ、江戸時代街並みにそうやって普通によくいたというところがありまして、はい、今庵が走って探してくれておりますが、猫いるかな、あ、いるかな、あ、いた、あ、いたおおお、はい、こんな感じで、はい、触れ合っていたあ、いいこれですね、まあ、プレイしてる人が癒されるというのもあるんですが、まあ、実際 のゲーム中でゲージが回復するといった効果もありますので、はい、なんか光った、はい、見かけたらぜひ、はい、めでていただければなと思います。はい、街並みは、まあ、他にもいろいろこういう登場人物、いろんなところで会話ができる人がいたりとか、あと会話できないんですけど、みんな一人ごと喋ってたりとかいろいろいる感じですね。本当作り込みすごいですね。そうですね。でこういう街並みでもいろんなクエストといいますか、そういう依頼を受けてその依頼を達成すると、いろいろと、まあ、いいものがもらえたりとか、いいことがあったりといったような、本当街の中をRPG としてしっかり探索して遊んでいただけるというのと、あとこのなんかピョンピョン出てるやつはですね、はい、これ目的地はこっちだよっていうのが、はい、優しい、はい、自分でボタンを押すと分かるようになって、なるほど、はい、あと街並みに今見てなんか物落ちてて拾ったりとかですね、うんうんうん、というところで、あとこの何より特徴、街中で戦いが起きると、うん、というところで、ちょっとぼちぼち、あれですね、時間の都合も出ますので、戦いに向かいたいなと思います。戦いも突然ゴロツキどもに襲われるような場合もあれば、こういう依頼を受けて、その依頼に従って、そういうまあなんか戦うとみたいな場面もございます。申し訳ございません。おい、私に代われより、ここはちょっと巻きでいきましょうかね。ちょっとあれ、青が何だと言うんだ。はい、会話イベント基本的にフルボイスなんですけど、はい、一応時間の都合上今日は、はい、ちょっとスキップ気味で、はい、わ、見たいですね、ちょっと戦闘シーン、はい、ねえ、お、お、始まった。助けを、今のは何だろう、炎は、あれは、そうですね、こういう裏路地とかでこういったもののけ怪異が出るようなこともあると、うん、めちゃめちゃ物騒ですね。そうですね。まあ、基本的には人目につかないところでっていう、はい、でセイバーと協力してこういう、うん、とこで、はい、通れないところが通れるようになったりとか、あとこういうことをやる中で技を覚えていったりとかっていうのも、はい、すごい、はい、で早速ですね、じゃあこれで技をセットしてですね、うんうん、さあ戦いに挑みましょう。俺たちが対処する。おー、いいよ。はい、基本的にこのような形で、まあ、主人公の伊織を操作して戦うんですけれども、先ほどお伝えした通りセイバーの力をいろいろ協力もらいながら戦ったりとか、うんうん、あとセイバーの方から声をかけてもらって、こういう協力技というのも、はい、出せるような感じになっております。でここら辺もののけ怪異なので、ちょっと伊織だけではちょっと戦うのが厳しいんですけど、こんな形でセイバーの力を使えば、まあ、怪異も
まあ、圧倒的に倒せるというところで圧倒的にここから倒してくれるんじゃないかなと思いますが、おお、仲間を仲間を呼びました、はい、あのイオリの攻撃、あの普通の攻撃が通じない場合とかがなるほど、はい、でそういう時はあのやっぱセイバーの力を、はい、あの、はい、いただいて戦ったりとか、あとこんな感じで交代もできるというところで、交代するともう直接、はい、こんな感じで切り替えて戦うことができます。うーん、へー、強いよ、はい、もうあのほぼほぼ圧倒的なので、はい、あの皆さん、イオリが弱いわけじゃないですセイバーが強すぎるだけです、あの、はい、イオリもあのゴロツキの相手だと結構、はい、いける、対人間だとそうです、はい、すごい、はい、ただあのこういうもののけ怪異もあのそういうちょっと弱い状態になるとあのイオリの攻撃が通るというか、なるほど、はい、はい、ということで、じゃあ時期の、はい、町の江戸の探索はここら辺で終了ということで、すごーい、はい、はーい、ありがとうございます。